こんばんは。全力応援スポーツラバーズです。さてこちらの T シャツですが、こちらの選手が引退試合の日に選手スタッフの皆さんが着ていたものと同じものを、球団のご厚意で今日特別にお借りいたしました。ありがとうございます。先発一筋13年。はい、それでは早速お呼びしましょう。現役を引退したばかりの野村雄介投手です。どうぞ。ようこそ。はい、雄介、素晴らしい、ね、13年間のプロ野球生活お疲れ様でした。ありがとうございます。いやお疲れ様でした、ね、引退してから1週間経ちましたけども、はい、どのように過ごしてますか？ゆっくりできるときはゆっくりしてます。忙しいときもあるんですか？まあ、テレビのお仕事をさせてもらって結構出られてましたね。見てました私。もう野球しなくていいんですよ、はい、今は、はい、結構いろいろテレビに出られてましたけど、今日がとりあえずラストな感じですよね、はい、そうです。全部出しちゃってくださいよ、やっちゃってくださいよ。たっぷりとお話この後も伺っていきます、それでは早速野村雄介投手の輝かしい野球人生を振り返ります。どうぞ。そんな高校時代から注目されてきた野村投手は、明治大学を経て2011年にドラフト1位でカープに入団。長くやれる息の長い、記憶に残る選手になりたいなと思います。ルーキーイヤーから1軍の開幕ローテーションに定着すると、1年目から9勝、防御率はリーグ2位の 1.98 で新人王にも輝きました。その後も常に先発投手として登板を続け、迎えた2016年には最多勝と最高勝率の2冠に輝き、ベストナインにも選出。輝かしい功績でチームを優勝に導きました。2018年には開幕投手に指名され、カープの3連覇に大きく貢献しました。そして今年下した大きな決断、今シーズン限りで、現役を引退することを決めました。プロ生活最後のマウンドもこだわり続けた先発としての登板。デビューから13年間で積み上げた211試合先発という記録は NPB 記録にもなりました。あの日語ったプロでの目標、その目標は宣言通り間違いなくカープファンの記憶に刻まれ続けるでしょう。懐かしい映像もたくさんありました。もう講習たくさん見られたと思うんですけども、改めてご覧になっていかがですか？やっぱり高校の時は細いですねシンプルにそこ見てたんですか今、確かにね、やっぱりプロ野球選手になるにあたってこう体型の変化もありますもんね。でも入団記者会見のところ初々しかったですね。可愛らしい、本当に。いや可愛い子入ってきたなと思ったもん本当に。いやいや山内さんもいや素敵です本当。はい、ということで山内さんは、はい、野村投手が新人の頃から投手コーチとしてこう関わってこられてましたけども、はい、うん、どんな言葉を交わされていたんですか？防御率1点台で新人を取ったオフにね、自分も新人を取って早く引退してしまったので、そうなってほしくないから雄介にはね、これからも努力をずっと重ねてスピードにもねこだわりを持っていきなさいよっていうことをね言ったと思いますけどね、まあ、その通り本当にね努力をずっとね重ねてくれて13年間ね長くやってくれたので、僕の言ったことを守ってくれたなと今思ってます。はい、どうですか、頑張りましたもんね。はい、頑張りました。いやそうですよね、頑張りましたもんね、うん、もう山内さんから見た、はい、ピッチャー野村雄介さん、うん、この投手どういった風に見られました？いやもうとにかくコントロールがいいし、うん、もう完成度の高いピッチャーだなという風に思ってましたね、うん、特にやっぱ投球フォームの、ね、安定感というのが非常に素晴らしかったですね、はいはいはい、この足を上げてからの前に移動するこの体重移動、ここが非常にスムーズで、毎回毎回同じようなタイミング出ていくので、だからコントロールがいいと思うんですけども、野村投手自分で見てこれどうですか？どうですか？褒めていただいてちょっと。いやでもおそらく投球フォームにはかなり、まあはい、こだわりを持ってたと思うんですけども。そうですね、この体重移動の部分を一番大事にしました。そこが安定すればコントロールいいはずですよね、はい、で結構高校の時からあまり変わってない感じがしますけどもね、はい、作り上げてきたものがあったんですよね。小さい頃からまあ投げ方は変えてないので、ずっと投げていってるから
自然とコントロールも良くなったのかなと思います。なるほど。なんかこうリズムとかってあるんですか、自分の中でうーんとかってこうなんかこうリズムがあるんですか。強弱はつけるようにします。足を上げるときに一回地面をしっかり踏むとか、うん、そのタイミングは強弱をつけるようにしてます。これ自分の投球フォームとかはこう何回も見直してチェックしたりもするんですか。何回も見直すこともありますし、うん、もう投げていきながら自分であ今日ちょっと違うとか、そういうその微妙な違いとかでも、はい、修正していくという、はい、そしてあと一つちょっと聞きたいことがあるんですけど、ユースケ投手は2016年に、はい、からおそらくツーシームを投げてすごく飛躍したイメージがあるんですけど、はいはい、合ってますよね。合ってます。何かきっかけがあったんですか、そのツーシームを投げたきっかけって。2014年15年と成績が出なくて、うん、どうしても右バッターにやられてしまう、はい、ところがあったので、はい、右バッターをどうにかして抑えたいっていうところから、うんうん、右バッターのインサイドにシュートをツーシーム投げて投げましたよね、はい、それで投球の幅が広がって最多勝ですもんね、はい、最高勝率も最高勝率、そう、すいません、はい、そうなんですよ。すごい、そういう進化してましたからね、だから長くできたんだと思いますけどね。なるほど。ちょっとそう話が盛り上がってるところ、ちょっといいですか、僕からも、はい、僕の中でもう野村雄介投手ってどっちかというとクールなイメージがねあると思いきや、たまに見せる笑顔がめちゃくちゃ可愛くて最高なんですよ。今もありますけども、これ私今回集めました。集めました。これ永久保存版でございます。ぜひ皆さん見ていただきたいと思います。それでは VTR どうぞ。佐竹さんが選ぶ野村投手の笑顔ナンバーワングランプリ、略して N1 グランプリ。特番や対談などで数々の笑顔を見せてきた野村投手、どの笑顔が一番だったのでしょうか。まずは第3位から。第3位は2016年のハワイ優勝旅行から、ダックツアーで笛を鳴らした時のこの笑顔。いや、こんな地味なんだろこれ。笑顔度80点です。続いて第2位は、本当ですか、佐竹さんが野村投手と一緒にディズニーランドに行きたいとミッキーマウスの帽子をかぶってもらった時のこの笑顔。笑顔度90点です。これをかぶって2人でディズニーランドに行く日は果たして来るのでしょうか。さあ、いよいよ第1位。第1位もハワイ旅行から。当時野村投手と共にプレーしていた阿部さん、ピンチの時にマウンドで実はレッツゴーしか言わないと暴露した時のこの笑顔、満点の笑顔です。以上、佐竹さんが選ぶ N1 グランプリでした。グラウンドでは見られないとびっきりの笑顔の連発でしたけども、もっとあったんですけどもね。選ぶの大変でした。いや、大変でした野村投手ご自身でご覧になっていかがですか。恥ずかしいですね。恥ずかしい。いや、最高の笑顔です。でも、いろんな思い出蘇ってきたんじゃないですか、ね、そうですね、優勝旅行の、番組はすごく楽しかったんで。楽しかったっすよね、はい、いや、そりゃ優勝していったんじゃないですか。これあんなブランコ乗ることないでしょ。何やっても楽しいよね最高だよね、本当に。いや、はい、思い出します、はい、こう見てて思い出します、ね、そう、ウェイクボードやりました、雨の中。佐竹さん、でもやっぱりナンバーワンの笑顔が、いやもうね、2016年のこの笑顔なんですね。もう本当全てナンバーワンなんですけどもね。なんか印象に残ることありました、はい、優勝旅行で。優勝旅行ですか、はい、優勝旅行は、いや、楽しかった。やっぱバーベキュー楽しかった。バーベキューね、はい、普通にちょっとお酒をたしなみながら本当にずっと喋ってましたね、あれ今日もたくさん野村投手の笑顔を引き出していきましょう、ね、いやいや、この後も、はい、はい、この後も野村投手にたっぷりとお話を伺っていきます。それでは続いてこの方からのメッセージです。13年間お疲れ様でした。公認スポーツ栄養士の馬淵恵さん、2017年からおよそ8年間野村投手の栄養士として食事の面でサポートしてきました。一言で言うと職人だなっていう
ふうに思いましたね。その自分の曜日に合わせて体を作り上げていくっていうのはまさにその一つ一つの試合に対して大変真面目で一つのことを丁寧にこなしていくというか、自分でちゃんと納得をして一個ずつこなしていく選手なんだなというふうに思いましたね。はい、あまりアルコールをたくさん飲む方ではないはずなんです、なんですが悔しい負け方をした時に夜にお酒を今日飲んではいいでしょうかという、飲んでもいいですかっていう LINE が来て、なので飲んでいいよっていう話をして、じゃあ明日リカバリーはこうしようねっていうことを伝えたんですけど、あんまりそういうことを私にも言わなかったんですけど、まあ、そんなエピソードが、はい、ありましたね。はい、ここまでいろいろ8年間ですね、学ばれて自分の身につけられたと思うので、ぜひ広島の子どもたちや選手の皆さんに、食で心も体も変わるし、パフォーマンスが上がって元気が続けられるっていうことを、ぜひこれからもね、伝えていっていただけたら嬉しいなと思ってます。野村投手を食事面からサポートしてきた栄養士の馬淵さんに今回特別に取材にご協力していただきました、はい、野村投手、職人という言葉もありましたけど、はい、食事面にもかなりこだわっていたんですか？そうですね、年齢を重ねていっ てからは、食に対する意識が出てきて、そこで疲れがたまらないようにとか、そういうのをしっかりと教えてもらいました。ちょっとだから栄養士さんお世話になる前ちょっとぽっちゃりしてきてたもんね。あ、そうです。それがちょっと確かに変わりましたもんね。LINE で、今日飲んでいいですかってダメですって言ったら飲んでなかったんですか？飲んでました。飲んでました。飲んでたんかい。これを聞いて馬淵さんびっくりしたかもしれない。知ってたから、だから、ね、飲んでいいよって言ってくれたかもしれない。ね、はい。さあ、栄養士の馬淵さんからのメッセージでした。そして最後に登場するのはこちらの方です。あ、来ました。阿部さん、沼田祐介さんに関するとっておきのネタ教えてください。とっておきのネタ。彼はとにかく酒飲むと表現します。結構オラオラ系に。あ、やべえ、やべえ、みたいな。もう嘘やろ。こんななんか柔らかい雰囲気の中で急に鬼出てくるみたいな。はい、以上です。以上かよ。はい、ということで最後はやはりこの方ですよね。野村さんと同じ日に同じ病院で生まれた阿部さんということで、この話も奇跡みたいな話ですけど、奇跡みたいな話、本当に、ね、うん、あと今お酒を飲むとオラオラ系になるというぶっこみ情報もありましたけど、ね、これは本当なんですか？よく笑うっては言われます。自分酔ってるから分からないそうですね、確かに。なるほどね、相手が阿部さんっていうのもありますよね。多分阿部仲いいっていう部分は、はい、そうですね。でもビールかけの時も一番大きな声出てましたもんね、うんうん、そうそう、新井さんが一番大きかったじゃないですか、声が。ああいう感じになるってことなんですかね。楽しくなりますね。はい、楽しくなります。そうそう、話もね、すごく。だからハワイの優勝旅行の時でも、うん、やっぱりちょっと飲んだらやっぱり盛り上がりましたから。ああ、そうだそうだ、ということで、ご協力いただいた皆様ありがとうございました。そして野村投手にはこの後番組の最後までお付き合いいただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。野村祐介投手にゲストにお越しいただきました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。